803型は、日立製作所が製造するイギリスの高速列車用、電車である。2021年から運行を開始する、イーストコースト本線のオープンアクセス事業者、イーストコーストトレーンズによって5両編成5本が運行される予定である。A、トレーンファミリーの車両であり、日立には AT、AT-300 と命名されている。ロンドンとスコットランドを結ぶ、 イーストコースト本線においてオープンアクセス事業者に運行枠を与えるとした鉄道道路庁の発表を受け、ファーストグループは2015年にオープンアクセス列車の運行計画を提出した。既存の交通手段に対抗するためにすべての車両を普通車とし、ロンドンエディンバラ間を運賃約25ポンドで結ぶとした。この計画は2016年5月に承認され、 2021年5月に運行を開始することとなった。2019年3月にファーストグループは、日立製作所に A トレーンファミリーの新型車両5両編成5本を発注したと発表した。これらは、イーストコースト本線のフランチャイズ事業者である、ロンドンノースイースタンレールウェイによって運行されている801型に似た AT-300 シリーズの電車であるが、 電車でありながら非常用に発電機を編成あたり1台搭載した801型と異なり、ディーゼルエンジンは搭載しない。このため、停電時に走行することはできないが、車内設備が維持できるよう蓄電池を搭載している。2019年11月には、この新型車両の形式が803型となることが発表された。803型を運行する。 イーストコースとトレインズは一等車は設けず、ビュッフェ、空調、コンセントフリー Wi-Fi を完備した全車普通車で使用する予定である。ありがとうございます。